渡辺火山、渡辺火山、渡辺火山、完成五年9月16日、1793年10月20日、天保12年10月11日、1841年11月23日は、江戸時代後期の武士、画家、三河国田原藩、現在の愛知県田原市東部の藩士であり、後家老となった。通称は登る、登り、ただし一部の絵には、 昇ると、紀郷、忌み名は、帝政、貞康。郷は初め火山で、三十五歳頃に火山と改めた。郷は他にも、全学堂、群賀堂など。造成四位。江戸詰、上府の田原藩士である父、渡辺忠通りと、母、堺の長男として、江戸、広島地、現在の東京都千代田区の三宅坂付近の、田原藩邸で生まれた。渡辺家は 田原藩で上司の価格を持ち、代々百国の六を与えられていたが、父邸2が養子であることから15人縁、石に直すと、田原藩では27国に削られ、さらに折からの藩の財政難による減俸で、実収入はわずか12国足らずであった。さらに父邸2が病気がちで、医薬に多くの費用がかかったため、幼少期は極端な貧窮の中に育った。 日々の食事にもこと書き、弟や妹は次々に奉公に出されていった。この有様は、火山が壮年期に書いた、大液願書の項に詳しい。この悲劇が、後の勉学に励む姿と合わせて、太平洋戦争以前の終身の教科書に掲載され、ただた道徳の版とされた。こうした中、まだ少年の火山は生計を助けるために得意であった、絵を売って、 生計を支えるようになる。後に、谷文庁に入門し、絵の才能が大きく花開き、二十代半ばには、画家として著名となったことから、ようやく生活に苦労せずに住むようになることができた。一方で学問にも励み、田原藩士の高見政府から儒学、朱子学を学び、十八歳の時には、昌平坂学問所に通い佐藤一歳から教えを受け、後には、松崎高堂からも学んだ。 また、佐藤信弘からは能楽を学んでいる。藩主としては、8歳で時の藩主、三宅康友の着難、亀吉の都議役を命じられ、亀吉の溶接後もその弟、元吉、後の藩主、三宅康明の都議役となり、藩主康友からも目をかけられるなど、幼少時から藩主一家に、ごく近い位置にあった。こういったおいたちが火山の藩主一家への親近感や一層の、 忠精神につながっていった。十六歳で正式に藩の江戸屋敷に出資するが、難度役、使い番など、藩主にごく近い役目であった。文政六年、1823年、田原藩氏和田氏の娘、高と結婚し、同八年、1825年には、父の病死のため三十二歳で家督を相続し、八十国の家徳を継いだ、父の藩内の出世に合わせて、 六は復帰していた。同九年には、取り次ぎ役となる。ところが、翌十年に、藩主安明が28歳で病死してしまい、藩主の奥は、貧窮する、犯罪性を打開するため、当時比較的裕福であった姫路藩から養子を、持参金付きで迎えようとした。火山はこれに強く反発し、用人の牧田田島らと共に安明の異母亭。 友信の擁立運動を行った。結局、半上総部の医師が通って、養子、安直が藩主となり、火山は一時自暴時期となって、酒びたりの生活を送っている。しかし、一方で、藩主農部と姫路藩双方と交渉して、後日に、三宅友信の男子、後の三宅広報と安直の娘を結婚させ、次の藩主とすることを承諾させている。また、藩主農部は、 火山ら反対派の異部の目的もあって、友信に全藩主の格式を与え、巣鴨に別邸を与えて優遇した。火山は、側用人として親しく、友信と接することとなり、後に火山が多くの蘭学書の購入を希望した際には友信が、心よく資金を出すこともあった。友信は、火山の死後の明治十四年、1881年に火山先生略伝法として、 火山の伝記を書き残している。天保三年1832年5月、火山は田原藩の年寄り役末席、過労職に就任する。二十代半ばから絵画ですでに名を上げていた火山は、反省の中枢にはできるだけ近寄らずに画業に専念したかったようあるが、その希望は叶わなかった。こうして火山は、反省改革に尽力する。 優秀な藩士の登用と式工場のため核構成を導入し価格よりも役職を反映した放牧形式とし、合わせて資質の引き締めを図った。さらに農学者大倉長常を田原に招聘して植産工業を行おうとした。長常はまず田原で稲作の技術改良を行い特に芸油による稲の害虫駆除法の導入は 大きな成果につながったと言われている。さらに、当時諸藩の有力な財源となりつつあった、商品作物の栽培を行い、特に温暖な気候の厚み半島に着目して、砂糖きび栽培を同地に定着させようとしたが、これは、あまりうまくいかなかった。このほかハゼ構造の栽培や、老絞りの技術や、藩士の内職として、土焼き人形の製造法なども伝えている。 天保七年、1836年から翌年に、かけての天保の大飢饉の際には、あらかじめ食料備蓄庫、法民層と命名を築いておいたことや、強行心得書という対応手引きを表して家中に、後期粛清と倹約の底、領民救済の優先を徹底させることなどで、貧しい藩内で誰もが死者を出さず、そのために、全国で唯一幕府から表彰を受けている。また、 火山は、藩のスケゴーメンンガンのために、解剖政策を口実として利用した。それによって、田原藩は、幕府や諸藩から解剖への取り組みを高く評価されたが、それは、スケゴーメンンガンのための隠れみので、火山自身は、解国論を持っており、鎖国、解剖に反対だった。また、紀州藩主官、遠藤勝助が設立した、少子会に参加し、 高野長英などと基金の対策について話し合った。この成果として長英は、じゃがいも、じゃがいもと蕎麦、早蕎麦を基金対策に提案した、旧行物公を上司するが、絵心のある火山がその差し絵を担当している。その後この学問会は、天保八年、1837年の森村号事件と共にさらに広がりを見せ、蘭学者の長英や大関三英、旗崎かなえ、 爆臣の川地俊明、羽倉感動、江川英龍、太郎左衛門などが加わり、解剖問題などまで深く議論するようになった。特に江川は火山に深く支持するようになり、幕府の解剖政策などへの助言を受けている。こうした火山の姿を、この会合に顔を出したこともある。藤田東子は、蘭学にて大摂取と呼んでいる。火山自身は、蘭学者ではないものの、 時ののの、学者者たちの指導者的存在ででああるる。とみなしての呼び名であるこれに対して、旗崎、川地、羽倉、江川は、少子会に参加しておらず、火山と川地、江川が、個人的に信仰を持っていただけだったとの指摘がある。火山や長永、三永は内心では鎖国の撤廃を望んでいたが、火山は、幕府の鎖国政策に反対する、危険性を考えて、 解剖論者を装っていた。江川は火山を評判通りの解剖論者と思い、接近したが、火山はそれを利用して逆に江川に、解剖論の誤りを啓蒙しようとしていた。開国を望む火山と、顔面な解剖論者の江川は、同省異無の関係であったしている。翌天保九年、1838年に、森尊号事件を知った、火山や朝栄は、幕府の内払い政策に、 危機感を持ち、火山はこれに反対する、新規論を書いた。しかしこの書は解剖を批判する一方で解剖の不備を、ウレールなど論士が一貫せず、モリソン号についての意見が明示されず結論に至らぬ、まま、幕府交換に対する激烈な批判で終わるという、不可解な章になってしまった。内心では、開国を期待しながら解剖論者を装っていた、火山は、 田原藩の年寄りという立場上、母術夢物語を書いた、長英のように匿名で発表することはできず、幕府の対外政策を批判できなかったためである。自らはばかった火山は、提出を取りやめ装甲のまま放置していたが、この保護にしていた原稿が、約半年後の晩社の極における、家宅捜索で奉行所にあられ、断罪の根拠にされることになるのである。かつて、晩社の極は、 幕府の保守派、目付、鳥居洋蔵が乱学者を嫌って起こした事件とされていたが、これは、明治の藤田茂吉がこれを自由民権運動との連想で書いたためである。だが実際には、鳥居と江川英竜との確執が原因であり、天保十年、0年、1839年5月、鳥居は江川とその仲間を罪に落とそうとした。江川は、老中、水野忠にわれて、 無事だったが、火山は家宅捜索の際に発表を控えていた、新規論が発見され、陪審のみで国政に了解したということで、田原で撤去することとなった。以上の通説に対して、江戸湾巡視の際に、鳥居と江川の間に対立があったのは確かだが、もともと鳥居と江川は、以前から実行の間柄であり、両者の信仰は、江戸湾巡史中や、万社の国の後も、 鳥居が失脚する高下元年1844年まで続いているとの指摘がある。鳥居は江戸湾巡視や万社の極の一年も前から花井と来地を使って火山の内定を進めており、万社の極の原因を鳥居と江川の確室に求めるのは誤りで、万社の極は鳥居が母術夢物語の著者の探索にこと寄せて乱学にて大摂取と噂されていた火山を 町人たち共に、無人島都会や板た倉御港一件として断罪し、鎖国の排外的閉鎖性の緩みに対する一罰、百回置きとして起こされた事件であるとしている。天保十二年、1841年、田原の池の原屋敷で、近親生活を送る火山一家の貧窮ぶりを、憂慮した門人福田藩公の計らいで、江戸で火山の昭和会を開き、 その代金を生活費に充てることとなった。ところが、生活のために絵を売っていたことが幕府で、問題視されたとの風文が立ち、一説には、藩内の藩火山派による作動とされている、藩に迷惑が及ぶことを恐れた火山は、府中不幸、渡辺登る絶筆の書を残して、池の原屋敷の納屋にて切腹した。著書に、諸行西洋事情書、最高西洋事情書、 外国事情書、激絶あるもん、激絶正規など。火山に対する反火山派の圧力は、その死後も強く、また、幕府の手前もあり、息子の渡辺昭華が過労に就任して、加盟最高を果たした後も墓を混流することが、許されなかったという、江戸幕府が火山の誉れ回復と墓の混流を許可、したのは、江戸幕府滅亡直前の慶応4年3月15日。 1868年4月7日のことであった。なお、昭華をはじめとする火山の子女はいずれも子供に恵まれなかったために、明治期にその家系は断絶することになった。1891年、明治24年、火山に生四位の遺解が送られた。火山は年少の頃より生計を支えるために画業を志した。最初、大王子の平山文教に、 ガノテほどきを受け、続いて、白川柴山に指示したが、不届けができないことを理由に破門された。これを憐れんだ父は、藩主の隕石の家来というつてを頼って、金子金漁に火山の弟子入りを頼み、受け入れられた、文化六年イコール火山十七歳。金漁は火山に目をかけ、火山の画力は向上した。この頃、初馬道路の絵を描く内職を手がけた。 火山によれば100枚描いて、銭一巻だったというが、この時に絵を早く描く技術を身につけた子は、後年の気候文中の素描などに大きく役立ったであろうことが伺える。さらに、金陵の師である谷文長にも教えを受けた。文長は火山の才能を見抜き、ガのみならず、文人画家としての手本となった。 死の文章に習って何画のみならず様々な系統の画派を広く吸収した。文人画は真の銃兵に強く影響されている。また、肖像画は陰影を巧みに用いて高い写実表現に成功している。西洋画の影響があったことは間違いないが、かつて例のない独自の画法を確立させた。当時から火山の肖像画は人気があり多くの作品を描いた。 代表作としては、高見先生像、佐藤一彩像、市川米安像などが知られる。こうした、火山の写実性へのこだわりを示す逸話がある。1835年、天保六年、画家友達であった、滝沢金霊、京次が没し、火山は、葬儀の場でこと峰の父、極帝和金にその肖像画の作成を依頼された。当時、肖像画は、 当人の没後に描かれることが多く、画家はしばしば実際に実物を見ることなく、やむを得ず、死者を思い出しながら描くことがしばしばあり、火山のコトレーズを執筆もそうなる予定だった。ところが火山はそれを受け入れず、カウオケの蓋を開けてコトミネを覗き込んでそびをし、さらに顔に直接触れたという、罰金、後のための木。これらは当時の価値観や風習から大きく外れた。 行動であった。もともと火山は貧しさをしのぐ目的もあり、画業を始めたのだが、それが大きく花開き、また画業を習得する際に得た視野や人脈は、火山の発想を大きくするために得難いものとなった。代表作に、当時の風俗を写生した、一層百体図など。また、文人としては、随筆気構文である、全学童日録、日光機構などを残し、 文章と共に多く残されている挿絵が旅の情景を彷彿させるともに、当時を、文化、風俗を知る重要な資料となっている。弟子に、椿沈山、福田藩公などが育った。末程の助産を椿山の和塾に入門させ将来を職望される。画家としたが、わずか22歳で溶接した。以上10名は、火山10明と称される。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。